様も機械生命体だろ。いいえ、あなたと戦うつもりはありません。私の名前はパスカル。戦いを嫌う機械生命体です。だからなんだ、機械生命体に魂なんかない。ただの殺戮機械で、私の仲間を何人も殺した罪を償ってもらおう。そうですか、仕方ありませんね。それであなたが救われるのなら。うるさい。あなたは。いえ、何でもありません。ありがとうございました。Thank you.
Thank you.
は全部集め終わったら。
双子に言われてた資材が揃ったな。私に行くか。
いな。なぜあの双子だけ過酷な労働をさせられるんだ。推測、過酷な作業はいずれ組織に悪影響を及ぼす。ここのリーダーに一度話をしておくか。
鹿の肉とイノシシの肉は揃ったな。依頼主のところへ行くか。多数存在するのは予測の範囲内。希望ヨルハ機体 A2 の予測能力、そのうちぶっ壊す。
機械生命体のところに行くか。
ってきたぞ。ああ、今からフィルターを作っていく。どんな？パスカル、時間を確認。Thank you.
記憶素子の素材か。機械生命体の子供を守るために別の機械生命体を殺す。パスカルのところへ素材を届けよう。的な機械生命体か。推測、パスカルたちと友好関係を結ぶことでさらなる資材入手が可能。推奨、パスカル村の調査。うん、thank you.
レジスタンスの保管している資材か。助けて！荷物内に生体から発せられたと思われる音響効果を確認。初めて、よ
切り者ではない人間が始まるか。どうもこのニーチェという人間の考えは深いですね。深すぎて私にはまだ変人にしか見えませんが、さて僕だけではなく私もこの世界を見て回らないといけませんね。ちょうどよかった。頼まれていた素材は今。大変なんです。村人たちが。おい、パスカル、どうした？一体何が？推測。貴重な情報源であるパスカルに問題が発生。推奨。パスカルの村の状態調査。言われなくても。